コウモリツカ古墳の原質内部、沢田大塚古墳の原質内部原質とは、横穴式石室や横穴の死者を埋葬する墓室を言う。原質とは、本来、暗い部屋を意味していたが、古代中国で地下に構築した墓室を原質と呼んだことにない、横穴式石室や横穴の故障として用いられた。日本初期、金明天皇16年2月上に、原質に休みせむとは、 と見える。原質と沿道の境が専門である。連続した二つの石室を持つ横穴式石室では奥の石室を高室、または奥室と呼び、入口側の石室を前室と呼ぶ。原質の平面型は長方形、正方形、隅丸上方形、三味線道張り方、円形などである。壁の多くは持ち送り工法を用いる例が多いが、 石材を削り出す方法も見られる。この原質の中に、各種の石棺や寒内、区切りのための石触り、石屋型が設けられる。高松塚古墳や木虎古墳のように装飾古墳と、呼ばれる古墳で描かれる絵の多くは、原質の壁である。四方に詩人を描いたものもある。隅を小さく切り、丸く成形する。石を内側に少しずつずらして積み上げる持ち。 葬式加工横穴式積室の原室の奥壁に沿って遺体安置用の施設。ありがとうございます。